ロバート・ボッシュが92%を所有している。ボッシュの中核事業領域は、モビリティ、消費財、インダストリアルテクノロジー、エネルギー、建築テクノロジーの4つの事業分野にまたがっている。1886年11月15日、ロバート・ボッシュ、精密機械と電気技術作業場を開設。第1次世界大戦後には、日本や満州国、 中華民国などアジアにも進出した。ボッシュ株式会社は、ドイツのボッシュグループに属し、日本において自動車部品の開発、製造、販売、及び自動車機器や電動工具等の輸入、販売を行う企業である。親会社は、世界の自動車部品大手、ロバート・ボッシュであり、ボッシュグループの日本及びアジアにおける戦略的拠点の役割を担う。近年は、 独シュ社ライセンスによる製品、コモンレール式ディーゼル燃料噴射装置、同、イースシーの日本での普及に力を入れている。ボッシュというと、一般的には独シュ社のことを指すことが多いが、それと区別するため、ここでは日本市会社のボッシュ株式会社をボッシュと表記する。1911年7月7日、横浜のアンドリュースジョージ紹介と日本での ボッシュ製品の販売及び修理に関する代理店契約を締結。その後、1920年5月にイギス紹介とボッシュと代理店契約を締結する。長らく代理店経由での事業展開を行っていたが、1972年9月に独ボッシュ社100%出資主会社の日本法人としてロバートボッシュジャパンへ社名変更を東京、 渋谷のジーゼル機器ビル内に設立した。現在は、独ボッシュ社の子会社だが、主な母体となっているのは、旧ゼクセル、旧ボッシュブレーキシステム、旧アスコ、旧ボッシュの4社である。旧ゼクセル源流は、ディーゼルエンジンの基幹部品である燃料噴射装置の国産化を目指し、日本国内の多数の自動車、エンジンメーカーが、共同出資した、企業、ジーゼル機器である。 1930年代、日本では、車両用高速ディーゼルエンジンの開発が各社で、推進されていたが、最重要な機関部品である燃料噴射システムは、良好なものを自力開発できず、実用面の制約となっていた。このため、同時期において、世界的にも優秀とされていた独没種式、無機噴射システムのライセンス導入を図ったのである。1939年に、 独ボッシュ社からライセンスを受け、埼玉県松山町に工場を設立。自動車業界の念願であった、ボッシュ燃料噴射装置の国産化に、日本で初めて成功し、日本におけるディーゼル自動車等の普及に大きな役割を果たした。その後、ゼクセル、ボッシュオートモーティブシステムと、社名変更や分社、合併を経るが、現在でも、社内で最大の事業である。 イスズ d a 百二十型エンジンのディーゼル機器製、ボッシュ A 型燃料噴射ポンプ名板に旧社名と旧ロゴが見える多数の自動車メーカーの共同出資による独立系部品メーカーという経緯、特殊な技術を要する競合の少ない製品であるという特徴から業界グループの枠を超え、国内及び海外の幅広い自動車メーカーやディーゼルエンジンメーカーと取引関係があるが、一時期は イスズ自動車の子会社だったこともある。主要製品は各種ディーゼルエンジン用燃料噴射装置。ゼクセル自体はディーゼル燃料噴射装置とカーエアコンが事業の2本柱であった。独母主社のゼクセル主会社化に伴い、カーエアコン事業は分社化されと事業統合、バレオとの合弁会社、ゼクセルバレオクライメートコントロールに移管されたため、 ボッシュオートモーティブシステムへの社名変更後もゼクセルの名前はしばらくこちらに引き継がれていた。しかし、2005年4月のバレオへの株式売却により資本関係は解消されたため、ゼクセルバレオクライメートコントロールは2005年11月よりバレオの完全子会社バレオサーマルシステムズとして新たにスタートを切った。また、トルセン事業は 独自技術で競合が少ないこともあり、旧ゼクセル時代は三本目の柱として期待されたが、独母主社のゼクセル市外社化に伴い、2003年8月に、豊田工期に事業場とされた。なお、旧ジーゼル機器時代の1988年4月25日に、当時創業していた狭山工場において、電気メッキに使用していたシアン化合物、 約500リットルを近隣のイルマ川に流出させ、下流の荒川から取水する浄水場を一時取水中止に追い込むという重大事故を発生させている。旧ボッシュブレーキシステムジーゼル機器がベンディックス社のライセンスによりブレーキ関連部品の生産を始めたことに始まる。当時、ベンディックス社と独ボッシュ社が競合関係にあったため、技術情報の流出を警戒した。 ボッシュ側の要請により、1955年に、ジーゼル機器のブレーキ部門が、分離独立し、自動車機器となった。その後、1999年に、日本 ABS の合弁会社、1984年設立、ナブコ乗用車ブレーキ関連事業、自動車機器の3社を、ボッシュグループがまとめる形で、ボッシュブレーキシステムとなり、さらに2002年、 ボッシュオートモーティブシステムに吸収される。主要製品はアンチロックブレーキシステムや横滑り防止機構などのブレーキ制御システム。旧アスコゼクセルと独ボッシュ社との電子機器製造の合弁会社であるアスコに始まる。社名に示す通りエアバックユニットの製作を行っていた。2000年、ボッシュエレクトロニクスに社名変更、その後2002年に ボッシュオートモーティブシステムに吸収された。歴史は旧ゼクセルとほぼ共有している。主要製品は、駅やセンサ類などの自動車用電子制御機器及びトランスミッション関連部品。旧ボッシュ経系独、ボッシュ社の日本における事業を取りまとめる形で、設立された独ボッシュ社の完全子会社、ボッシュ経 k に始まる。ボッシュ製品の輸入、販売を行う商社である。 メーカーではないため、他の事業に比べて規模は小さいが、ホームセンターや自動車用品店で一般消費者が目にする没収ブランドの商品はこの会社が手掛けたものである。主要製品は電動工具、自動車用、アフターパーツ。かつて電動工具はハンマードリルなどプロ、建設業向け製品が主で海外高級電動工具ブランドといった感があったが、 近年ではそのブランドイメージを利用し DIY 向け商品を開発、販売している。プロ向け商品はボディが青色ベース、DIY 向け商品は緑色ベースと差別化されている。2005年の合併においては、ボッシュオートモーティブシステムが吸収する形になっているが、ボッシュ系系の中には電動工具などの非自動車分野の事業もあり、合併によって 新会社全体の事業の幅としても自動車分や、以外に拡大したため、吸収される側のボッシュ系系の社名であった、シュ株式会社を新社名としている。社名にボッをュを冠していることもあり、独ボッシュ社の日本における現地法人と認識されたり、マスコミにもそのように書かれることもある。しかし、実際には、 完全子会社か以前の独ボッシュ社の持ち株比率は過半数程度で、この会社自身も上場企業であったこともあり、母体となった各社も多くは元々独立した企業として長い歴史を有しているため、現在は会社法上の子会社であることには違いはないものの、最初から完全子会社だった旧、ボッシュ経験の事業を除いては、親会社が主導して外国に拠点として設けられた。 完全子会社といった現地法人の一般的なイメージとは異なる。他方、ボッシュグループは、親会社の統制が強い経営方針、文化であり、ボッシュグループの一員としての立場と、自身の上場企業としての独立性や、他の株主への配慮とのバランスをいかに取るか、難しい課題を抱えていたが、独ボッシュ社が二千八年に、有効的な TOB による完全子会社化を、 実施したためこれらの課題も現在は解消され、日本のボッシュグループ各社を取りまとめる役割も果たしている。独ボッシュ社による有効的 TOB は2008年4月24日から6月19日まで実施。その結果、独ボッシュ社は寄付有分を含めて97.55%の株式を取得した。ボッシュ株式会社は10月20日に上場廃止となり、 独母主社の完全子会社となっている。旧ゼクセルのトルセンや燃料噴射ノズル等の製造拠点であった佐山工場は2003年8月末にトルセン事業を豊田工機に売却した際、その拠点として譲渡された。旧自動車機器の本社、中心的な工場であり、長らくブレーキ用部品の製造拠点であった東松山第二工場は機能が 武蔵工場に移管され、2008年に廃止された。それに伴い、東松山第一工場は、東松山工場に改名された。目満別空港の旧滑走路は、ブレーキの試験場となっている。旧アスコの中心的な工場で、電子機器部品などの製造拠点であった、富岡工場は、機能が、海外のボッシュグループ関係会社や、国内の他事業所に移管された後、 2014年完全閉鎖され、AED 製造の日本光電工業グループに売却された。自動車関連事業のアフターサービスについては、全国各地の自動車整備業が、ボッシュと代理店契約を結びサービスを行っている。これらボッシュ代理店の中でも古くから事業を行っている企業については、旧、ジーゼル機器を外する企業や、 同社より事業を引き継いだ企業の代理店でもあることが多い。以下は、その一例。さらには、ジーゼル機器、ゼクセルの名を冠する代理店もある。かつて、ボッシュ KK が、独ボッシュ車製電化製品の輸入販売を手掛けていたことがあり、そのうち1984年から1992年までに輸入販売した、食器洗い機と乾燥機について、不具合による、 発煙・発火事故が水度発生している。人命に関わることであり、無償点検、修理を行う旨をユーザーに呼びかけているが、思うように周知が進んでおらず、2007年2月に経済産業省からも対策を急ぐように指示を受けている。ゼクセルに関するカテゴリありがとうございます。